アリオラムスは中世代白亜紀候期の末期にあたるマーストリヒチアン期に当時のアジア大陸の中核地域に生息していた竜版木住脚アモクティラノサウルス化に分類される肉食恐竜である化石はモンゴルのゴビ砂漠から産出している模式種アリラムス・レモトスは約7000万年前に出順な反乱源に堆積したモンゴルの竜倉土砂から発見された部分的な 頭骨と三本の中足骨で知られる。標本は、ソビート連邦の古生物学者、セルゲイ・クルザーノフによって1976年に、命名、記載された。第二の種であるアリオラムスワルタイは、さらに完全な骨格で知られ、2009年に、スティーブン・ルイス・ブルサッテにより記載、命名された。他のティラノサウルス恐竜との関係性はかでは、ないが、同時期のタルボサウルスと、 最も禁煙とする仮説を支持する証拠がある。アリオラムスは基地のすべての住脚類と同じく二足歩行の動物であり、鋭利な歯から肉食性であったことが示されている。アリオラムスの種はいずれもタルボサウルスやティラノサウルスといった他のティラノサウルス科よりも小型であり、オモナガであることから、幼体や生態と考えられていたが、キアンゾーサウルスの発見により、 生体であること考えられるようになった。鼻先の最上部に沿って存在する骨質の5つの突起、他のティラノサウルス化よりも本数の多い葉や縦に薄い頭骨が特徴である。サーモポリスのワイオミング州恐竜センターに所蔵された頭骨アリオラムスのホロタイプ標本品3141-1は部分的な頭骨と3本の中足骨である。 1970年代前半に行われたゴビ砂漠へのソビエトモンゴル国境調査においてモンゴル国バヤンホンゴル県のゴンザブで発見された。アリオラムスはソ連の古生物学者セルゲイ・クルザーノフが1976年に命名、記載した。突起と細い頭骨の輪郭が他のティラノサウルス科からほど遠かったためティラノサウルス科の他の属から遠く除外された属であると クルザーノフは確信した。俗名は、ラテン語で、他のを意味する、アリアスと枝を意味するラムスに由来し、アリオラムス・レモトスの種称名は、ラテン語で、取り除かれたを意味する。アリオラムス族は、アリオラムス・レモトスのホロタイプとアリオラムス・アルタイから、知られる。アリオラムス・レモトスと、人の大きさ比較、クルザーノフが1976年に最初に、 記載した際、アリオラムス・レモトゥスは、全長5から6メートルと推定された。しかし、クルザーノフはこの個体の化石化の間に変形で、頭骨が伸びたことを補正しなかった。この標本が幼体であれば、生体のアリオラムスはさらに全長が大きくなるが、生体と断定された標本は知られていない。アリオラムス・レモトゥスの頭骨は、約45センチメートルである。一般に、 頭骨は長く、縦に薄く、巨大なティラノサウルス科の様態や、基盤的ティラノサウルス浄化に典型的である。アディオラムス・レモトゥスの鼻先先端の前上蛇骨は、発見されていないが、前上蛇骨が発見されているティラノサウルス浄化では、縦よりも横に広がっている。尾骨は融合し、四条面上で上へ突出した、不規則な個室の5つの突起の列で収縮され、 そこで、尾骨は互いに接合している。この突起はすべて高さ1センチメートルを超える。アリオラムス・レモゥスの復元図頭,頭骨の背部には、ニューケルクレストと呼ばれる突起が存在し、融合した頭頂骨から生じている。アリオラムスでは、タルボサウルスやティラノサウルスと同様に、ニューケルクレストが非常に厚い。アリオラムスの下顎は細長いことがもう一つの、 呂体の特徴として確認されている。タルボサウルスと同様に下顎の角骨の外側表面の隆起は歯骨の背面とつながり、二つの骨は固定され、他のティラノサウルス科に見られる柔軟性が失われている。他のティラノサウルス科では前上角骨の左右両側に断面が D 字型の歯が4本存在する。アディオラムス上角骨には、 それぞれ16本にあるいは17本、歯骨にはそれぞれ18本が並び、アリオラムスは他のティラノサウルス科を上回る76から78本の歯を持っていた。アリオラムスの頭蓋は基盤的獣脚類と鳥群の中間型である。アリオラムスレモトゥスの骨格の残りの部位は中足骨を除いて完全に知られていないが実質的により完全に知られている。 アリオラムスアルタイの発見により、本属の解剖学に光が当たっている。古生物学者は長い間アリオラムスをティラノサウルス浄化に分類していたが、何年もの間化石が乏しかったため、正確な分類はアリオラムスアルタイが発見されるまで行われなかった。2003年に発表された系統解析では、ティラノサウルスやタルボサウルス及び、 ダスプレトサウルスが分類されるティラノサウルスかティラノサウルス赤に分類された。2004年の研究でもこの結果は指示されたが、容体の特徴がティラノサウルス浄化の基盤的な位置を示唆しているとして、アリオラムスがティラノサウルス科の外に位置づけられる可能性も同様に指摘された。標本が断片的であるためアリオラムスを完全に除外した研究もある。 アディオラムス・アルタイが2009年に発見され、ティラノサウルス赤への位置づけが確定した。アディオラムス・レモトゥスの頭骨のクラドグラム。発見部位は、白色アディオラムス・アルタイの頭蓋内、キャスト・ハホネート・骨の固定構造、ダスプレトサウルス以外のティラノサウルス下では失われた、涙骨とつながる尾骨の突起を含め、アディオラムスとタルボサウルスは、頭骨の特徴を複数共有している。 族は禁煙でありアジアにおけるディオラムスよりも小さいものの、タルボサウルスの標本には尾骨に複数のコブを持つものがある。アディオラムス・レモトゥスの唯一知られている細長い頭骨の形状は、アディオラムスが同じ時代と場所に生息したタルボサウルスの容体である可能性を示唆している。しかし、 アリオラムスの尾骨の突起が卓越していることと歯の本数が多いことから、アリオラムスの標本が、幼体のものしか知られていないとしても、両者は分岐した分類群であることが示され、アリオラムスアル体の発見で断定された。タルボサウルスと推定される、若年個体の標本には、生体のタルボサウルスと同じ本数の歯が並ぶ。2013年に、ローウェンが発表したクラドグラムでは、 アリオラムスはティラノサウルス科のすぐ外に位置づけられている。しかし2014年にアリオラムスとよく類似したキアンゾーサウルスの化石が発見されるとアリオラムスの分類に大きな一石が投じられた。キアンゾーサウルスはアリオラムスと似た性質を持ちつつ年齢は生体にあたることが判明した。このことからアリオラムスもキアンゾーサウルス同様に生体であると考えられ、 両者は共に、アリオラムス族に分類された。アリオラムス族の分類学上の位置は定かではなく、ティラノサウルス赤に置く意見とティラノサウルス赤の姉妹群とする意見がある。以下は、キアンゾーサウルス記載論文執筆者による最初の分析に基づくクラドグラム。アリオラムスは、長い興奮、繊細な作りの頭蓋骨、やや小さな抗菌の付着部位、そして、 眼下周辺に衝撃を緩和する構造がなかった。そのため狩りに際し、例えばティラノサウルスやダスプレトサウルスのような強靭なアゴを主武器に据えた突進戦術を取ったとは考えづらく、おそらくこれがタルボサウルスとの食い分けの鍵であったと思われる。アディオラムスの化石が発見されたモンゴル国バヤンホンゴル県のゴンザブの炭素はネメグト層と同一のものと考えられている。 この層で放射年代測定が行われたことはないが、化石証拠に存在する動物症から白亜紀末のマーストリヒチアンの間に堆積したと推測されている。モンゴルにおけるマーストリヒト海は、ネメグト層とノゴンザブに保存され、より早い時代を代表しその下を走るバルンガイ層、およびジャドクタ層に保存された半乾燥環境と比較して湿潤な環境であった。 ネメグド層には反乱源と巨大な稼働及び土壌堆積物が保存されているが周期的な干ばつの発生が仮位置堆積物により示唆されている。この環境で前の時代よりも多様で一般に巨大な恐竜の動物症が育まれた。化石の詳細は報告されなかったもののクルザーノフは同じ地域で発見されたタルボサウルスや オルニトミモサウルス類及びテリジノサウルス類を報告した。ノゴンザブの動物相がネメグトソウの動物相と類似していればトロードンカ獣脚類やケンカシラ竜類、アンキロサウルス科、ハドロサウルス科も生息していたと推測される。ティタノサウルス科の竜脚類もまたネメグトソウの捕食動物の獲物であった可能性がある。ありがとうございます。